はい、皆さんこんにちは。ピアノ .com の石山です。ヤマハピアノですけども、書いてある文字はエテルナと書いてある珍しいピアノですね。ヤマハが部品というかですね、全部提供して天竜楽器というところね、のブランドになりますけれども、もう実質、完全にヤマハピアノです。明るい木目のね、エテルナが入ってきたのは今回初めてですけども、ちょっと中見てください。ここ天竜って書いてます。50型、50型って型の板に50型じゃないですよ、26341という製造番号ですけども、中見てください。ヤマハアクションね、この辺の構造もみんなほとんどヤマハですよね。ヤマハの別ブランドという形で、提供されているものだと思いますけどもね、こういうものです。結構綺麗な木目になりますね。で、ただね、ちょっと問題がありましてですね、こういう表面にちょっとひび割れ見えますかね、映像で細かい、よく見ないと分かりません。で、上のところはカバーかけますので、見えなくなると思いますけども、こういうね、傷の修理跡、前所有者の方が傷を修理依頼されてるんですけど、ちょっとね、あんまり上手じゃないというか、黒く色がね出てますね。こういう傷跡があります。まあ実際傷もね何箇所かありますけどね、こういうところですね。で、あと足のところ、どこだったかな、ここ、こういうところね、塗った跡がありますね。で、こういう部分がありますので、ちょっとねお安く出させてもらいたいと思います。これが現状で良ければということでですね、横のところもちょっと塗装がこのようになってますね。指が入ってます。この辺はもうほとんど見えない、普段ね、見えない部分ではあるんですけれども、こういう部分とかちょっと外装に難がございます。ですので、値段の方は見た目すごく綺麗なんですけどね、よく見るとあちこちにちょっと傷がございますので、お安く提供させてもらいたいと思います。音はね、もう楽器としては言うことない、本当に素晴らしい音ですね。はい、綺麗ですね。はい、エテルナ、どうぞよろしくお願いいたします。